最後の晩餐は、ルネサンス期のイタリアの画家、コジモ・ロッセリと、ビアージョ・ディ・アントニオが1481年から1482年にかけて、ローマのシスティーナ礼拝堂に制作したフレスコによる壁画。1480年10月27日、ロッセリは、他のフィレンツェの画家たちと連れ立って、ローマへ向かったが、これは、フィレンツェ共和国の事実上の支配者であった。 ロレンツォ・デ・メディチとローマ教皇シクストス4世の和解のためのプロジェクトの一部に参加するよう招かれてのことであった。フィレンツェの画家たちは、すでにいち早く当地へ移っていたピエトロ・ペルジーノらと共に、1481年春以降にシスティーナ礼拝堂で作業を始めた。装飾の主題は、モーセの物語とイエス・キリストの物語を並行させ、旧約聖書と、 新約聖書の連続性を表現するというものであった。これは、モーセの十回とイエスの福音の連続性をも意味し、イエスが後に最初のローマ司教となるペトロを後継者に選び、これが後代のローマ教皇たちの正当性の起点となったことを示している。移植された作品のが巨大であったため、画家たちは数多くの助手たちを伴っていた。例えば、ロッセリは、 ギリの息子にあたるピエロ・ディ・コジモを連れてきていた。ルネサンス期の芸術史の歴史家、ジョルジョ・バザーリによれば、システィーナ礼拝堂に集められた画家たちの中で、ロッセリは、やや技量が劣っているものとみなされ、礼拝堂に描かれた彼の作品は、しばしば他の画家たちに皮肉を言われる材料とされたという。しかし、ロッセリによる、輝くような色彩の使い方は、 明らかに美術に通じていなかった教皇に大いに気に入られていた。キリストの捕獲、最後の晩餐の場面はイエスの物語の流れの一部に組み込まれており、単に一つのエピソードを描いたというだけのものではなかった。フリーズにはレプリケイシオレジシーバンジェリキアクリストの文字が描かれている。晩餐の食卓は半円形のアプスに設けられ、馬蹄形の食卓の中央に、 イエスが着席し、両側に使徒たちが配されている。一般的にそうであるように、イスカリオテのユダは横を向き、背中をこちらに見せる姿勢で描かれている。争う猫と犬の姿は、ユダにまつわる否定的な願意を強調している。この場面はイエスが使徒たちに、この中の一人が私を裏切ると予言した直後を捉えたものである。この言葉への反応は、 自分の胸に手を置くもの、隣のものとひそひそ話すものなど様々である。部分食卓には食べ物は置かれていないが、イエスの前には聖杯が一つ置かれている。前景には輝きを持った食器が描かれており、これには当時のフィレンツェでも流行していた同時代のフランドル絵画の生物画の影響が見られる。画面の両端には 豪華な衣装をまとった二組の男女が描かれている。また、もう一匹の犬が、左手で飛び上がろうとする姿で描かれている。食卓の背後には、イエスの受難の三つの場面、月島根の祈り、キリストの捕獲、キリストの卓形が描かれている。この部分については、ビアージョディ、アントニオの作とする見方も有力な説としてある。ペルジーノは後に、自身の最後の晩餐で、 同じようなパネルの中のパネルの効果を用いた。ありがとうございます。